ティファルディが球史に一勝を得た直後の映像であります。レース終盤、ホームストレートでチームメイトマルティニのリアタイヤにフィッティパルディのフロントタイヤが触れた瞬間、マシンはなんと1回転しながら宙を舞った。フィッティパルディは無事だったものの、これをサーキットで見ていた母親はその場で失神したそうです。それにしてもすごすぎる。93年日本グランプリ、オーバースピードで飛び出していったのは誰だ。なんとまたもやラミー。小さい体の割に意外と果敢、いや無鉄砲のラミーであります。今度はベテランアルボレートとベンドリンガーがクラッシュ。アルボレート久しぶりの入賞目前で焦ったのか、6位のベンドリンガーに追突してしまいました。普段冷静沈着なシューマッハが大クラッシュ。マシンが大破。シューマッハの滅多にないクラッシュをもう一度ご覧いただきましょう。颯爽とひた走るのはハッキネン。しかし次の瞬間、マシンにいきなりトラブル発生。マシンはコンクリートウォールに激突。レース終盤、バリチェルとブランデルのバトル。バリチェルが仕掛けた途端いきなり接触。この瞬間バリチェルはフロントタイヤを失いサンドトラップへ。ブランデルも左リアタイヤを失いながら必死の走行。なんとかチェッカーを受ける。鈴鹿のスプーンを立ち上がったところでアレジがクラッシュ。フルブレーキングしたものの万事休す。